お疲れちゃんです。ロットです。今日ですね、こちらのゴールデンウォールブレイクやっていきたいと思います。さあこちらですね、まあ見るからになんかむずそうなデッキなんですけども、海外のね、まあ、モルテンって方が使ってましたね。まあ世界大会でも、5位か6位か、はあ、フィニッシュしてましたし、もうマルチもねトロ高いですし、まあ多分日本のプレイヤーのみんなもね知ってる方多いんじゃないでしょうか。めっちゃもういい選手ですね。はい、まあその方が使っててね、ちょっとおもろそうだなと思い、今日やっていきたいと思います。なんかもともとはね、あのよくナイトで、ファイブウッドで、とかポイウッドでテンプレートしてね、よく使われてて、まあそれのゴールナインになってね、ウッドザップになっただけだよっていう感じかな。というわけで、僕もなんかウッドザップのナイト型よく使ってたんでね、はい、これで今日やっていきます。さあ行きましょう。YT ですね。最近 YT よく言いますけど。よいしょ。さあ、オールブレイカー無限ですね。でまあ、難易度ね、激鬼ぐらいウッドザップだとやっぱ防衛ね、ゴレとかエリジアイとかラバとかどうすんのってなると思うんですけど、まあ気合です。気合以外何も言えないですね。うん、いやーもう嫌だ、テスラは嫌だね。でなんかコツというか結構大事なのはマジ2周目ウォールブレイカーですね。いやそれ行くのみたいな、なんかやりすぎやろみたいな、ウォールブレイカー追加とか、やりゴブ追加とかを結構やっていきます。だからやっぱそれが大事なんですよね。やりすぎやろをやってちょう、お、それ、あー、トレネ金ギド。いや、マジそれ、やだな、なんか。テスラ引きこもらーやん、これもう。ね。さ、しかもクロスっぽいっすよ、今んとこ。これ、圧着いかアイスイズかね、どっちなんだろうっていう。あー何もしてこないね。まあこれもコウモリ結局無視されるんでね、やりゴブぐらい添えてあげて。あれ、あー金ギドか。いや事故ってる、でかいでかいでかい。いやそうできないんですよね、それ事故っちゃうと。でこれ裏ディガーからの前ゴルナイのコウモリ追加で、まあ高めバルキリーかなんか来ますね。はいはいはい、いやー警戒してますよ。いや、いいね。いやー、しかももう一回これ警戒位置に出てくるんだね。はいはいはい。さあ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 、やりこぶでね。いや、マジ、このちまちま大事なんだよね。ワンチャン好きなやつアップ。あー、トレネが。いや、怖いよ。さっきミスったからね。一回ミスったらもう無理だよね。はい。いやー、これなんかもったいないですけどね。いや、一回さ、ウォールブレイカーとかなんかまあ、なんでもいいんですよ。スケバルでも。まあ、ディガだもん。なんかキング起動ミスったら、その後日寄るっすよね、今みたいな。いや、わかるわ。マジでわかる。典型的だね。さあ。トレネも使えましたよ、と。なんならこれは結構入るんじゃない？右サイドが。おう。トレネ？ウッドが？ああ、もうトレネつ、ないもんな。まあちょっと嫌ですね。なんかこれもうやりすぎやろぐらいいくんすよね結局。いやーでもいい防衛だな。まあ言うてちょっと苦しそうみたいなとこもあるけど、まあどっちを削るかはね、まあ結構気分というかどっちでもいいみたいなとこある。あ、これゴルナイ走らせます。いやー、つ、え？それ今走んないな。あ、一発。今の走ってほしかったな、正直。いや、それは、ぶっちゃけ美味しいっちゃ美味しいんだよな、防衛クロスしてくれるのは。うん。さあ、これで。いやー、これロケでさ、負けちゃうもしかして、俺。やばいよ、ロケ。ロケやばいよね。バルキリーも行ってほしい。いやーやばいこれ。いや待って、やばくなってきたな。おお、そういう感じ？攻めてくれるんか。俺今もうびっくりした。だから攻めてきてこれ、こらえて。よいしょ。ゴルナイダッシュとええ感じに垂れそうだけどな。いやーいいウッド。いやーこれ右なのか左なのか結構際どいぞ。トレネ来そう、知ってる。うん、
いやもうゴリゴリ行きます。行くしかないんで。いやアイビズ強い、行くしかねえ。行くしかないね男は。お、走る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 、ゴールないゴールないゴールない、来たー、でっか。いやマジでいけこれいやいや、こうウッドサップで最後削れんのも、このナイトとかのバルキリーとかの枠がゴールになったからこそのこの削りよね最後の。いやでかマジでかいな。いやゴルナイ熱いっすね。高回転でさ、こんなディガー飛んできたら、まあディガーに受け出すもんな。でウォールブレーカーに受け出したりとかしてたら、はしまいゴルナイ来て、いやもうそんな受けねえわと思いながらね、相手も。さえりき、まあペッコーとかいろいろありそうですけど、うん。さあメガちゃんですね。まあエレキメガゴか、ジャイぐらいしか思いつかないけどな。おー、いやー、ロイなのか、もしかしたら。ウッドで終わっちゃうかな。あれ？あー。いや、これ悩むな、いろいろ、受け方が。よいしょ。相手、陸受けそこそこに咲いたっすよね。あ、あー、惜しいな。さあ、まあ今回でも、エレキメガゴでトリトン、ダクプリ、オリなんで、あ、これやべえ、これ、良くないっすね。ウォールブレーカーでよかった。これ良くねえな。これやばいっすね、ちょっと。コウモリめっちゃ強いです。はい。コウモリゲーですね。まあファイボかライトかわかんないけど、まあファイボだったら勝ち確で、ライトだったらまあ、頑張れば勝ち確みたいな。いや、マジで、無双するっすね。コウモリが。僕の陣地のね。さあ基本的になんかニコスメインで回してきたよね。さあマジこのコウモリ強いよ。うわめっちゃいいそれ。いやこのゴルネうざいでしょ。いやーうざいよね。いやゴルネ頑張れ。あこれさザップチャッチ打っちゃよかったな俺。いやザップ熱っいや待って、いや突進させればよかったか。いやマジコウモリゲーっすよ。しかもこれ見てください、エレキさっき使ったじゃないですか。辛いっすよこれ。なんならファイボでディガー飛ばさないんすよねここでね。いやこれうざいっすよね相手からしたら、まあ、ここで飛ばしてあげるっていう。でまあダクプリ系かな。はいはいはい、まあ、縦剥がしてほしいね今。いやガチコウモリゲーすぎん、コウモリちょっと強すぎんな。うん、ちょっと先行っちゃおうか。あーそれちょっとやだな。まあでもこのコウモリを走れる走れる走る走れる走る、熱い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 。いやマジこのコウモリが突破できないんですよね。さあ一旦2周目、2周目なのか1周目なのかちょっと分かんないけど、よいしょ。いや多分コウモリで何とかなると思うんだよね結局ね。いやマジで、いやこれもね相性がめちゃくちゃいいですね。でウォールブレーカー追加します。ウッドまでいっちゃおう。いやマジやりすぎやろぐらいがちょうどいいんですよね。マジ低めコウモリ最強っす。まあゴルナイでもいいか。ザップっちゃおう。ゴルナイ残してね。さああと900です。いや900ってでも意外と遠いよねぶっちゃけ。あのトリトンちょっとめんどくさいですよね。さあ低めコウモリ最強。まあしっかりウッド添えてあげてね。おい、さあこのコウモリで回収できると、なんならボムも置いといてあげたいな早めに。大体タルババだったっけ、タル系だった気がすんで。あー、槍ゴブリンでさえも無双するって。さあもうこっからはマジで暇になるからな、俺。ガチで。暇になるけど。いやいい。いやマジコウモリゲーすぎる。作業だもんな、こうなったら。
さあしっかりね防衛置いてゴールデン走ったらあっちいいな。おー、つい。あー、これもうエレキ咲いたんで、おいコウモリの、よいしょ。いや、これ止まらんでしょ。オーケー。というわけで、まあこれはガチでただの神相性ですね。コウモリが無双するんで、結局攻めでも防衛でもね、すんないっす。なんか結構ねザップの打ちどころがねそんなないんですよ。そんなないんで、まあなんかねユニットいっぱいいるときに、それこそディガーコウモリでオイウォールブレイカーとか、まあ、やったときにとりあえず飛ばしとくとかでもいいと思うんですよね。あ、打っとくザップね。さあ、それ当てる普通。それ当てるのやばいよね。普通当たんないやろ。いやー、なんかめんどくさいな。めっちゃ延命してくるじゃん、ゴブゴヤ。バルキリー。なんなんやろな。走らせるよ。あ、着衣ゴブゴヤ。これザップでいいな。おお、美味しい、いいザップなのかな、わかんないけど。小屋圧着バレキリか。これ、あれっすね。小屋めんどくさいんで、序盤ゴリラでいきます。あー、しかもネクロも使った。熱い。ヤナメかファイボか。あー、マジかよ。スケラっすね。スケラフリーズ的な。香りはしてる。うん。まあ一応スキル使っとこう。ああ、竹が。痛い痛い痛い。で、バルキリーもいたっすね。このバルキリー嫌だな。嫌だめ使ったでしょ。だからここでね、もう一回ウォールブレイカーまで行きたいんですよ、これ。ああ、これやばい。受けないっす。まあ、ウッドからのみたいな。まあ、なんとか、まあ、これはちょっと俺がやりすぎたのか。いや、マジね、こういうデッキ使ってるとね、攻めすぎちゃう問題がやっぱ出るんでね、気をつけたいですね。まあ、一旦、ボムはまだっすね。このターンじゃないっすね。いや、これ、五分後はまだ走んねえか。いや、ダメもあるしね。怖え。あ、フリーズね。ゴブゴヤはちょっと厄介っすね。溜まっちまうな、これ。同サイはさすがにもう嫌なんで、逆サイでちょっと結構攻めていきたいっす。ネクロ。あ、やべえ、待って、痛すぎる、やばい、すぎる。いや、おいしい。いや、ゴルナイ下手だな俺、マジで。もうこれやなめか。いや、ネクロ優秀すぎん。さあ、来た。よろしく。ファーって書いてんな。まあ、なんかこのデッキね、なんか、まあ、何にでも勝てそうっちゃ勝てそうだし、何にでも負けそうっちゃ負けそうみたいなね。トルネ？後ろトルネのタイプですね。キングけどしてこないタイプだ。さあ、まあ、ウッドとかで削りながらの。ここね、あえて逆行くとね、右側に間違えてユニット出してきたりする人もいるんですよね。うわ、ゴレチンだ。やだよ、マジで。ゴレっすね。これは。確定のゴレっすね。ゴリゴリ行くよ、俺ぐらいになると。いや、いいライドだよ。
キングギドしてえな。キングギドできるユニットがおらんな、手札に。一発？うん。いやー、危ねえ危ねえ。怖っ！ライドラ怖いね。さあ、一旦捨て。いや、これ、二倍ダイマイってさ、もうどうせゴレの後ろにね、ドラゴン、エリババー、みたいな。多分そういう感じの、しかないんですよ。なんで、やりに行きます。僕が、今。よいしょ。まあ、エリポン壊せたのでかいな。とか、エリポンゴレやん。まさかの。いや、これ来るぞ。エリババかランバー添えられて。添えられてくるんやばいよな。うん。さあ、ダメージ稼ぎたいな、マジで。守れると思いますか？いや、無理ですよね、絶対。これ守ったら人間じゃねえ。いや、守れるかもしれん。いやー、耐えた。一応耐えた。ガチでギリ。でも相手こっから折れねえぞ。マジで。うい。ウッドザ、うわ、ぶね。勝ちった。いやー、まあ、無理っすね。これ、もう一回やったら勝てない気がするな。まあ、でも本当、一本守れないから、キングを折られないがね、唯一の逃げ道でしたね。さあ、来たぞ。よろしく。いや、マジ、今のはでかい。本当にでかい。疲れてた、今ので。なんなら。ふぅ。さあ、ウッドで。だからやっぱ、こう、攻めすぎぐらいがいいんだけど、攻めすぎるのも良くないんですよね。まあ、そこがなんかまだ難しいところなんですけど。あれ？さて、神相性みたいな顔してるけど。どうなんだろう。ヤリゴブギャングでしょ？ああ、まあ、プリプリだったら普通に安すけどね。うん。まあ、絶対高前受けがなんか来るんでね。なんもしない。うん。迫撃？あー。ボム使ったらやばいかな。まあ、でもディガーだしっか。で、あの迫撃は、ま、ここのディガーか、ここのディガーでタゲ取ります。よいしょ。まあ基本的にやっぱ攻めながら相手の迫撃の竹取れたらね、美味しいんだね。やべ、俺ザップ下手。ディガー？あんな下手なザップあんまねえよ。さあ相手結構攻めだな。くんね。いっちゃおう。ギャング。はいはい。いやー、俺どっちのサイドがいいんだろうな。まあ、だからな、まあ、ガゴムレがちょっとめんどくさいけど、ゴルナイぶっ刺さるしね、アウトロイヤリグ、あ、てかあれ、ガゴムレでいいな、アウトロイヤリグ、ギャングコウモリの高回転型っすね。うん。迫撃かな？迫撃の撃がちょっと大変だね。
まあでもなんかその攻めディガーとか攻めウォールブレイカーとかで一生竹取りたいね。うん、うん、ウッドで下げちゃえばさ無理やりみたいな。あ、さすがに入れさせてはくれないと。うん、いやー相手反応早いな。わけえ、なかなか。いやーもういい、いや回転早俺。待って、めっちゃダメージ入ってる。いやー手前、今の流れで手前ですって。うん、うっと冴えてくんねんか。まあマジでコウモリ系みたいな。え、あー角度的なやつなのかな。いやだマジでこれコウモリガチ無双っすね。うん、相手俺のコウモリ絶対きついもん。おい、これあれっすね、ディガー出したら絶対ディガーに受けくるんで、このゴルナイがほぼ角で走るプランだったんです。でゴルナイ警戒で左寄りにユニット出るんで、この間に攻めちゃって。いやなんかもうちょっとええ感じになりそうだけどな俺。うん、ファイブ飛んできそう。行くしかないっす。行き過ぎやろっていうぐらい。ああ拾ってくんのはうまい。だがしかし俺のゴルナイが最後に。ああ待って、もう一生攻めれる、一生攻めれる。あい、いやーもっと楽に勝てそうっすね。回転早いからな。マジ、ディガー、ヤリゴブ、コウモリ、ウォールブレイカー、ウッド、ディガー、ヤリゴブ、ウォールブレイカー、コウモリ、ザップとかで無限に詰めれるんだね。さあ、来た、マラちゃんね。よろしく。いや、もう、綺麗に勝ちたいよね。やっぱ、こういうデッキ使ってると、あと。なんかさ、なんか知らんけど勝ったはあるっすけど。ああ、もう今の美しい完璧。やったぜ。がやっぱ欲しいよね。曲がしてくれや、これよ。やば、なんでもあるじゃん。俺のカードに対応できるカード全部持ってんじゃん。なんかね、びっくりした今。全てが綺麗になんか止まったんだけど、そんな感じで止まっちゃう。まあ LSP がめんどくさいっすね。まあコウモリメタなんだね。でバルキリウッドと、まあでも枯渇はさすがに勝てっしょ。知らんけど。まだ端っぷり、まあ来たら来たでいいや。縦線。ああ、バルキリー縦線、これちょっとレアですね。ちょっとどころじゃないです。レアです。いや、もう右に、あれ俺ゴルナイのダッシュは、まあさすがに勝ったはず。いやー俺コウモリ熱いな今。ハシマイプリン来たらマジで熱いけど、さすがに分かってると思う。ハシプリしたらコウモリがもう無理ってことか。どうしようかな。内側ディガーでプリンの竹取りたい。え？なんかエイム良すぎん？本当になんか俺の思ってるようにいかんな。なかなか。まああんなプリン。
いや、バルキリーが毎回いい味出してんだな。あ、これでかい。ザパーン。いや、でき。いやー、気持ちいいね。マジで。今日ね、こんだけ試合して、初めてザップが活躍したよ。マジで。ザップ活躍するときなかったかな。あー、キャ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 。まあ、これっすよね。やっぱザップがね、本当にいるのか問題。雪玉とかでいい。まあやっぱオールブレイカーをね、通るか通らないかの、ザップがね、やっぱいいっすよね。ザップのおかげでね、オールブレイカー通ったりとか、まあディガーに来るスケに打ったりとかね。まあ陰で頑張ってますよ、ザップも。さあ、というわけで今日はね、この高回転のね、まあ、鬼畜デッキですよ、こんな。安定して勝つとかはまあ多分不可能に近いとは思うんですけど。まあやっぱ勝てると気持ちいいですしね。まあほんとこういうデッキね、ある程度使えるようになるとね、多分こう、なんだろう、他のデッキもね、なんかある程度、あれ上手くなってねみたいな。まあ PS 自体上がると思うんでね。まあぜひ皆さんもこちらやってみてください。まあご覧になかったらないとことでやってください。よければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。また。